配はありません。この地震による津波の心配はありません。各地の震度です。最大震度5弱を和歌山県の湯浅町で観測しています。和歌山県の湯浅町で震度5弱の揺れを観測しています。テレビの映像、地震発生時の和歌山県海南市の様子です。カメラが大きく横に揺れているのが分かります。改めてお伝えしていきます。今日午前0時26分ごろ、和歌山県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのが和歌山県湯浅町です。また震度4の揺れを観測したのは和歌山県の広川町と有田川町で、震度3の揺れを和歌山県の海南市、有田市などで観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は和歌山県北部で、